第6レース1着となりました。奈良の中井俊介選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。大きな拍手声援も届いてますが、いかがですか？そうですね、はい、嬉しいです。今回さえここは2回目の1着になります。そうですね、はい、良かったです。コーチバンクは相性もいいですもんね。そうですね、相性いいです。さあ、では今日のレース振り返っていきたいと思いますが、組み立てはどのように考えてましたか？そうですね、もうチャンスが来たらどこからでも仕掛けようと思ってましたけど、はい。踏み出した時いかがだったですか？そうですね、ホーム追い風だったんでちょうど自転車も伸びて、はい、良かったです。そしてスピードある逃げ切りでした。4コーナー回ってきた時はもう余裕でした？いや、余裕ではないですけど、はい、きつかったです。後ろは気になりました？あ、気になりました。見事な逃げ切りでした。この今ね、ホームもっておっしゃってましたけれども、かなり風は気になりました？そうですね、風結構きつかったんで、はい。その中での逃げ切りということは、明日最終日も期待できそうですね。はい、頑張ります。明日はどんな走り見せてくれますか？最後に。そうですね、明日も自分の走りがしっかりできるように頑張ります。では応援してくださった皆様に一言お願いします。本日も応援ありがとうございました。明日も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。